第1回無茶ぶり選手権。ちょっとよくわかんないんだけどね、まだちょっと企画のね内容もまだ全然聞いてないんだけど、じゃあ俺がこの2人バカでも分かるように説明してやるよ。無茶ぶり選手権というのは僕が考えたこの3つの無茶ぶりを2人に引いてもらって、そのお題をやってもらいたいんですけども、いいですか？いいですよ。できるの？できるよ。で、ということで早いんですけども、この2人に引いてもらいましょうか。本当に早い。じゃあ引いてもらっていいですか？まずそらくんから。え、何するか。おすすめはこっちだったよ。ああ、ふざけんなよ。怖い。マジ怖いんだけど。怖い。すごい怖い。人間が初めて言った言葉。なかなかじゃあね、どうしようか。じゃあそれでは、いきます。デュークサライエ。じゃあ、いきます。バカみたいなこと考えてる。ゴリラが初めて鏡を見た時の反応。20秒間。よーいスタート。終了。バカじゃねえのこれ。終了。それでは罰ゲームということで、この紙を渡されたんですけども、ちょっと開けてみたいと思います。マジかこれ。俺がこんなことはじめ社長に YouTube とは何たるかを教える。情熱があり、そしてたくさんの人から見られているコンテンツです。社長はそのことについてどう思ってんですか？ YouTube について。いいと思ってます。甘いです。情熱が足りません。